1年にその10月にネパール最大のお祭りがありますけど、うん、その生きてる人のお祭りの前に16日間祖先崇拝期間っていうのが決まってるんです。でその16日間全部やるんじゃなくて、自分のお家の自分が檀家さんだとお坊さんがあなたのうちは何日目ですよっていうのを言ってくれるので、その日の前日もその日の当日も身を清めて、まあ、そのうちの、まあ、家長といいますか お父さんとかその頭丸坊主にしてお祈りをして、で、まあ、法事みたいにその亡くなった方に対して1年間見守ってくれてありがとうということを伝えるんですね。そこでお坊さんを経由して伝えるので、お坊さんにいろんな食べ物とかおいしいものをご馳走したりします。サッパさんはヒンドゥー教、私の家はヒンドゥーと仏教が共存しているような家庭なんですね。あ、まあ、そういう家が圧倒的に多いです。そうすると今のおっしゃったお坊さんというヒンドゥー教のお坊さんですか。そうですね、ヒンドゥー教のお坊さん、はい、お坊さんですね。で、あのそのお供え物の中にはですね、日本のおにぎりみたいな、こうあの握り飯があるんですけども、ごまがちゃんとかけてあって、それが亡くなった方のお供養するためにその特別に作るので、日本に来たネパール人は実際にその丸めたご飯を食べるっていうのはやっぱちょっと抵抗があって、それだけ神聖な感じ、神聖なものですね。神様というよりもやっぱ日本でいうと仏様ですかね、その亡くなった方用のものなんです。そんなのをコンビニで買えるとなってね、今だからあのご飯にこう箸をさせて箸って差し出されたような、そういう不吉感がするでもそういう戒律みたいなことで言うと厳しいんですね。そうです、うん、日本だとこうね、祭壇とかああいうところに昔のね、亡くなった人好きだったかってビール置いたりさ、お菓子置いたり、お菓子置いたり、ああいうのするじゃないですか。でもお墓に飯入れがあったりする。そうそう、でもそれはやっぱり宗教が生きてるってことなんですよ、こちら の、うん、あの世界で。私たちはやっぱりもっと世俗的なんだね、はい、現世的というか、キティちゃん好きだったからとかね、そう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 、置いたりしますよね、はい。